はい、どうも、ジュウです。ニュースーパーマリオブラザーズ2、パート5やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド2進めていきたいと思います。といっても、今回はワールド2の城からですね。頑張って進んでいきましょう。よし。ここはおそらくスターコインの入手が不可能。入手がね、困難と言っても過言ではないんですよ。わあ。はい、1枚目ゲット。まあ、隠されている以外はもう、全部簡単と見なしていますからね、これは。わあ、メットが落ちてくる。どういう状況？わあ。わあ、どうするか、落下してきたね。くー。あー、でも中間だ、ラッキー。はい。あ、2枚目あった。こう来て、あ、やばい、早かった。タイミングをしっかり見て。オッケー。2枚目ゲット。あと1枚。で、ここは一旦待って。わあ。ゲゲゲゲゲゲ、わあ、いやいや、ちょっと待て、これ絶対なんかどっか入るもんだと思うよ。いや、これどうやって入るの。わあ、ワープが出てきた。なんで。わあ、落ちた。油断した。もう2枚目の取り方はもう分かったから、3枚目だよ問題は。おい、やべえ、やばい、本体がずれたら元も子もない。わ、バネ。そうか、そういうことだったのか。もっとハテナブロック叩かないといけないな俺は。じゃあ、これを持ったまま動けばいいんだな。で、ここで、ゲゲゲゲゲゲゲ、あぶねえ。はい。オッケーゲゲゲゲゲゲゲ。で、こうきて、バネを利用して、ジャンプ。オッケー。なんだこれは。これ絶対 P スイッチでしょ。でしょうね。おい。おお。逆にレンガブロックになった。オッケー、3枚目ゲット。まあ別にこれ、尻尾を使えばこれ、楽にいけるんだけどね。はい、じゃあ行きましょう。ボス戦。今回の相手は知ってますよね。そう、イギーでございます。はい、来た。来ました。わあ、今回も、ワンワンに乗るんかい。ニューマリオ Wii でも乗ってたけどね。でも違うな。わあ、どこ行くの。わあ。はい、うわぁ、どこ行くの。やばい、あぶねえ。あー、待って、逃げんな。どこ行く。やばいって、これは全然増えない。オッケー、タヌキは失ったけど、オッケー。いや、タヌキでね、尻尾を失ったけど。はい。そして、ワールドさんのボスは、ウェンディーだ。なんだい。とりあえずね、このゲーム、クッパジュニアが登場しないから、なんかちょっとつまらないんだよね。
本当に。なんでクッパ軍団にクッパジュニアを登場させないかという理由はあるんでしょうか。よし、じゃあ行きましょう。ワールド3の1位。さあ、ここからワールド3に突入です。数字のワールドは6ワールドしかありませんので、まあとりあえずこれね、ニューマリオ2って森ワールドと、あとは鉱山ワールドがないんですよ。なんで代わりに結合してると思います。多分このここは海ワールドなので、多分どっかで森ワールドと一緒に出てくるんじゃないのかなと思っています。まあ俺の推測が正しければですか。はい、そしてハテナスイッチスケーン、コインが出てきました。おお、これはなんだかんだいいね。はい、中間。さて中間後は、おお、勝手に回るねこれ。あ、これはワイヤフラワー。あ、そして2枚目ゲット。あれ、ここパクフラワーの音声ないんすか。よし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 。おお、なんでこの歯とファイヤーが一緒に出るんだよ。わあ、出た、3枚目。まあさすがにこれ見逃す人いないよね。はい、おお、なぜか三段跳びができた。別に狙ってたわけじゃないんですが、もうこの木とかもう背景になってしまったよ。ニューマリオ Wii だったらここ乗れたのにね。はい、ということでワールド3の1クリア。こういうこと、これがニューマリオ2だ。まあ独自のあれがあっていいよね。はい、じゃあちょっとここを開放させておきますか。はい、これでまたワールド3の別のところ行けました。はい、じゃあ行きましょうか。ワールド3の A。 3の A はなんだ。なんで水中に突入するなのにこんな BGM なの。敵さねー。はい、出ました、水中 BGM。 あー、 P スイッチ。やばいってこれ。わあ。わあ、1枚目があった。え、これなんともなんないの？うわ、しかも戻れねえし。やべ、ポーズしちまった。ポーズしちゃダメなのにこれ。待て、一旦やられていいって人に。俺は戻るんだ。コインに釣られるって普通。ダメだ。分かった、上だな。でもな、正直コインとかもういいんだよ俺は。別に今こだわり持ってるとかそういう話じゃないけどさ。はいはいはい、オッケー。こんなの絶対食券トラップかかった人たくさんいるのでは。おい、これ絶対下なのでは。うん、あ、2枚目あった。ほい。いけ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 。あ、やべ。はい、オッケー。わー、水流が早いね。はい。オッケー、中間。
で、この土管に入って、なんだ。うわぁ、こんなの、早すぎてわからねえよ。うわぁ、ここ、なんだ。絶対なんかあったよ。けけ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 け、あった、3枚目。オッケー。はい、ワープキノコゲット。まあ、それは別にいい話なんだけど。ゲー、ワープー。オッケー。よし。はい。まあ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 、なんとかうまくいってるね。よーし、じゃあ、行きますか。ワールドサンド2! さて、ワールドサンド2は?わあ、こういう水中入るのはこの BGM が最適だと思うんだよ。何ですかこれは。竜巻。わあ、入れた。んー、いやー、スーパーキノコかい。正直いらないね。お、これは何かありそうですよ。ほいほいほい、まだスターが出た。スターを手に入れてどうしろと。けけ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 け、あー、4000までしか行かなかった。ちなみにこの土管は入れない。はい、中間ゲット。え、このレンガ何なの?あや、でもそこまで流れは早くないね。何ですかこれは。わあ、オッケー。待って、なんでスタグに閉じ込められてんだよ。オッケー。あとは潰されないようにと。あれ?これ2枚目だ。1枚目どこにあったんだ?え、やっぱりあそこ?ここ?だったらここ、ゴールドフラワーいるんだけど。どっかにあった？反対側とか。わからんって。いった。あれ、ここ、なんかある、ありそうだけど、なんもないかい。え、いや、ここにあるんかい。なんじゃ、なんだよ。バカじゃん、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 バカじゃん。ちゃんとした、バカでした。はい、すみませんでした。やべえ。こっから中間、今戻って、確かここにアイテムがあるはず。でしょうね。中間後にアイテムがあるのは、まあ、お決まりのパターンですね。いた。さて、3枚目は?はい、P を押す。わあ、追っかけられてる。いた。やばい。OK、3枚目ゲット。はい。あとは、ここに向かうだけ。よし。ということで、ゴールしていきましょう。8000ポイント。ダメだったな。はい。いやー。ちょっと次はもうちょっと手短にできるものでお願いしますよ。はい、じゃあ行きましょう。ワールドサンドさん。もうサクッと行きます。わー、ここで森。
急に海がなくなったね。まあここはニューマリオ Wii でいうワールド5ですね。まあもともとニューマリオ Wii も海ワールドはワールド4だったりするんですが、ほい、はい、そして地下、うわっ危ねえ。はい、スイッチをします。こうすると、あやべ、帰るまでが遠足。はい、待って、はい、中間、ここは、あー別にスターコインないな。あ、これ絶対スターコインあるんでしょ。やばい、ほい、でスイッチ押してこう、オッケー、2枚目ゲットで、あとは1枚、やばいなこれ。オッケー、3枚目ゲット、はい、あとはゴールするだけ、ゴール。はい、こんな風にめちゃくちゃ速くして大丈夫だろうか。まあいいんだよーし、ということでじゃあ今回ここまでにしたいと思います。よーし、じゃあ次回はワールド3の砦からやっていきたいと思います。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、ティックトクの方もよろしくお願いします。それではさよなら。